喜びと感謝を忘れず、思い切ったプレーをしてください。そして野球の中から大きな交流、友情が生まれることを大いに期待いたします。最後にこの大会に開催に準備に参しまして、何かとご苦労されました鈴木市長スポーツ少年団の皆様に厚くお礼を申し上げ、大会の挨拶といたします。終わります。よろしくお願いします。